どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、アノマロカリス改め、マロ先輩です。はぁ、どうしたのだ、霊夢？最近暑いから川で遊んでいたら、カミツキガメの大群に襲われたのよ。それは災難であったな。カミツキガメって外来生物なんでしょ？日本の生態系にも悪いし、どうにかなんないのかしらね。まあ結構問題になっているな。外来生物は動物だけではなく、植物も問題になっているのを知っているか？え、動物だけじゃないの？そうだ、今回は最近問題になっている、地球上最悪の侵略的植物と言われている長江鶴の芸当について解説して、行くぞ。目次に出会わない人間は、一人もいない。それを目次にできなかっただけである。まずは長江鶴の芸当の基本情報について解説しよう。長江鶴の芸当は南アメリカを原産地とする、ナデシコ目ヒユカに分類される多年草の水草なのだ。多年草って何？多年草とは個体として複数年にわたって生存する植物のことだ。寿命が長い植物ってことね。特徴としては、高さは 0.5 から1メートルくらいまで成長する。茎は4ミリほどで、空洞構造になっていて水に浮きやすいのだ。水草だが陸地でも海辺でもどこでも育つのだ。え、水草なのに水陸両用で塩にも耐性あるの？すごい植物ね。花は4月から10月の間に小さい白い花を咲かせるのだ。花は可愛らしいわね。次は長江鶴の芸当が起こす問題についてだ。長江鶴の芸当はその驚異的な繁殖力から原産地のアメリカでも問題視されているほどなのだ。そんなにヤバい植物なの？ああ、長江鶴の芸当は長年生きるだけでなく、受粉などして種を作らなくても、茎や根っこだけで繁殖することができる植物なのだ。だから放っておくと枯れることなく延々と増殖していくのだ。繁殖力がすごいのね。でもたかが草でしょ？酸素出してくれたり、水生生物の隠れ家になったりしていいんじゃないの？よくない、問題終わりだ。水面上でマット状に繁殖することで、水流を停滞させて水質を悪くしたり、日光を遮るなどして他の在来種の水草を枯らしてしまったり、海底の生物も生きられなくしてしまうのだ。思った以上に生態系に悪影響が出てしまうのね。まだあるぞ。広く繁殖してしまうから船の進路の妨げや船のスクリューに絡みついて故障。水田にも繁殖し、稲に絡みつき成長妨害、田畑へ水を送る農業用水のポンプに入り込んで故障させたりなど人的被害が出ているのだ。農家さんとかが大変なことになっているのね。もともとアクアリウムなど観賞用の水草として輸入されて、それが野生化したのが原因とされているのだ。日本では1989年、兵庫県で初めて定着が確認されてから、東北や北海道を除くほとんどの地域で勢力を拡大しているのだ。外来生物の話を聞くと、観賞用とかペットとかで輸入したってそういう理由をよく聞くわよね。なんでこんな危険な植物をわざわざ観賞用にしようと思った人がいるのかしら。まあ見た目は悪くないからな。持ち込んだ人もこんなことになるとは思わなかっただろう。タイムマシンがあったら放流する前に止めに行ってやりたいわ。それなら、まずは我輩の絶滅を食い止めてほしいがな。何言ってるの？無理に決まってるじゃない。大丈夫？病院行く？いかんわ。霊夢から振った話なのにその返しひどくない？まあまあ。次は長江鶴の芸当の駆除についてだ。日本では遮光シートをかぶせて、日光を遮り枯らして繁殖を抑え込んだり、人力や重機で物理的に駆除したりしているのだ。いいぞ、もっとやれやれ。だが長江鶴の芸当は地中深くに根を張っているから完全除去するのは難しく、1センチ程度でも残っているとそこからまた繁殖してしまうのだ。完全耐性みたいね。だから駆除する際は根っこや茎をちぎらないように慎重に駆除し、作業が終わった後はイックや重機に長江鶴の芸当がついていないか確認しなければならず、駆除作業は困難を極めるのだ。精神的にも肉体的にもきつそうな作業ね。さらに長江鶴の芸当は陸でも繁殖してしまうから、除去した後コンクリートで乾かした後焼却処分しなくてはならないのだ。そこまでしないといけないなんてとても厄介じゃない。でもそれだけ繁殖力が強いと完全除去なんて不可能じゃないの？そうだな、今まで完全駆除した実績は一度だってないのだ。だが除去しなければ増えてく一方なのだ。2021年千葉県の手賀沼では東京ドーム2個分の広さまで長江鶴の芸当が大繁殖しているのだ。へえ、とんでもないわね。まるで緑の絨毯が広がっているようね。
だから千葉県は専用の船を使って本格的な駆除に乗り出したのだ。手賀沼の長江鶴の芸当を駆除できるまで10年はかかるとされているぞ。お金も数十億かかりそうね。途方もないわ。まとめると、長江鶴の芸当は水草でありながら、乾燥に強く陸でも浜辺でもどこでも環境に適応し、少しの根や茎から個体を増やすことのできる驚異の繁殖力があり、どこまでも増殖していくことから地球上最悪の侵略的植物と呼ばれ、世界中で人々を困らせている植物なのだ。地球上最悪の侵略的植物って大げさかと思ったけど、この話を聞くと納得ね。もう仮に水草を育てていたら簡単に捨てようとは思えないわね。まあ、その繁殖力羨ましい限りだがな。マロ先輩がたくさんいるのを想像したら気持ち悪くて嫌ね。え。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。マロチャンネルの動画をもう一本見ていただけたら幸いです。